界の海から魚が消えて原因がわからないまま10年の時が過ぎました。魚を食べたい人類の切なる願いを叶えるために日本の科学力を駆使して宇宙に生けすが作られました。こうして広島県尾道から宇宙漁が開始されました。私、空町春は女性初の宇宙漁師になるため東京の向島からここ尾道にやってきました。そして尾道宇宙漁業団には私含め6人の女性宇宙漁師候補生が集められたのでした。おばあちゃんに私が取ったお魚食べさせるんだ。漁の技術だって男の漁師に負けてません。ラックシーラックシー、さくらマイクを出すのも覚えてっけでねんだし。落ち着いて、私が手伝ってあげるけん男子に負けへんよ。さらなるレベルアップを目指さないと。宇宙漁師になるための厳しい訓練が始まります。悔しかったら私に勝ってみせんさい。魚を愛する全ての人たちに美味しいお魚を届けるために私たち宇宙漁師になります。これは宇宙漁師を目指す6人の少女たちの成長物語です。空と海の間10月3日放送開始。絶対見てくださいね。そこの泡